前回のあらすじ。ば、そのお方と合体させることは可能ですよ。何が目的なの？ははは、やはりあなたには隠しきれませんね。実はですね。身を消してほしいんです。なんでかはなんとなくわかるから聞かないけど。もし騙したら命ないと思ってね。大丈夫です。しかしカイムさんも約束は守ってくださいね。当たり前じゃん。かしこまりました。それでは行きますよ。ふふ、これでまた私は強くなれる。さあ、現れよ、最強の生命体。よし、成功しましたね。ふふ。ふふふ。はぁはっはっはっはぁ。なんだこの力は、これこそ私が求めていた力です。お気に召しましたか？すごく気に入ったよ。お礼は言っておく。さて、それじゃあ行こうかな。行くのはいいですが、ちゃんと約束は守ってくださいね。でないと。私を脅す気？そういうのではないですが、合体ができる、ということは分解もできるということを忘れないでくださいね。でもミュウは分解なんてできないよ。ミュウは分解させるのを嫌って覚えようとしなかったんです。本当にバカなやつですよ。分解するのが一番楽しいのに。こいつ、危ねえな。注意しておくか。まあ約束は守るから安心してよ。それじゃあまずゆかりを倒す前に、ミュウとバナナと赤い異臭物を倒してこようかな。結果を楽しみにしていますよ。君さ、なんか勘違いしてない？勘違い？なんか私の上に立ったような口ぶりだけど、喧嘩売ってんの？別にそういうつもりはありませんよ。じゃあ行ってくるね。雑魚が、調子に乗りおって。ミュウなどいつでも始末できる。しかし同族でやり合うのはタブーとされている。だからあいつに頼んでいるだけだというのに、おめでたいやつだ。ふふ。ここまでのご視聴、ありがとうございました。本編の方はお楽しみいただけましたでしょうか？もしお楽しみいただけたのでしたらこちらのチャンネル登録ボタンを押していただければ嬉しいです。スマートフォン、タブレットの方はこの動画の下にあるこのボタンをクリックしていただければ登録できます。それと、このシリーズをもっと見たいという方は、概要欄に前回の動画と再生リストを載せておきますので、よければ見てください。それでは次回もご視聴のほど、よろしくお願いいたします。